巫女を信頼していいんだよな。さあ。汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんじゃ。あなたたち、一体どうやって再びここへ？それにどうして、この戦い、今のあなたの意志は、まるで永遠に関する規則を定めた時と同じよ。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、たとえ、私が永遠における全ての敵を目の前に示しても、それほどまでに規則に従おうとする意志。あなたこそ、まさに永遠の死。彼らがこの空間に戻ってきたとき、まるで運命に導かれた必然のように。では、この決戦をもって、私たちの500年以上にわたる死。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては、次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどに。私有を決するに使わんとする力、大海を覆し、天を滅ぼすほどに。私有を決するに求めし意志、心を通じ、武装を転覆せし。しかしあなたは、今なお私は永遠に存在します。栄光に尽くせ。よっ、断絶、裁きの雷。逃げ道はありません。ひゅっ、はっ。よし、はっ。見切りました。さっ、ふっ、せっ。はっ、うどんで。邪魔者の粛清を。イカズチの。無我の境地。よっ、は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 っ、そこ、私の背負う意志は、決して壊れない、滅することもありません。ここまでです。あなたの勝ちを認め、あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、未来、あなたは未来の心配をする必要も、一人で前に進む必要もありません。あなたの強さは、私が一番よく知っています。
私一人の力ではこの決闘の廃止。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。私が背負いし者はそれを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのです。まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ、私も感じていました。先の戦いの中、それは確かにその力は私の認識を、これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみこの刀は全力で応えてくれるのかもしれません。無双の一心を強く握りしめると、彼女と一緒に戦っているか、馴染みがあるのに、それを知らない感覚。一度も刀を振るったことのない彼女が、ずっと私のそばにいるかのように。認めましょう。あなたのその新たな意志は、魔王によって生まれたものではない。もうこれからも、この身は、あなたの協力者です。もう、変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで、私の過去を表す存在でした。誠は、ただ一度たりとも、私を武器と、本当に変わったようですね。これがに、わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが、誠の影であったように。私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として今後もこのような戦いの機会がある。勝負そのものについてはまだ不服と、 いえ、ただ今までに感じたことのない新しい感覚だったからです。もう戦いは終わったのか。ん、こんにちは、エイ。それから、これを見届けている者た、私はライデン誠。かつて、責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちにあまたの厄介事を残してしまった。誠？私は今、とても嬉しいわ。あなたならきっと、ここまでたどり着けると信じて、私は、無双の一心へと、かすかに意志を残しておいたの。あなたがその力をすべて発揮した瞬、どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず、何も聞き、ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこのような形であなたを待つことにしたの。しかし、そんなこと私には一度も。すべてが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、ずっとあなたに悪いことをしたと。あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は、あの時寒類野で起こることが分かっ、ええ、多少ね。どの属性の失政にとっても、あそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を、それでも、私は知っているわ。あなたはきっと、幾度と、など、私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えて、あなたに贈り物を残しておいたわ。これを受け取って。私の最後の意識が消失。でも、最も重要な一、神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。
この二つが出会うことで神王は天理の禁錮から解放され漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど私は稲妻の未来を見届けることもあなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。さようなら、マコト。